2番でですす一時不等式の文章題ですね、えー、割と、うん、思っているよりも解きやすいので、しっかり文章を読んで式を立ててみましょう。山間部のある家庭では、陶器に暖房と給湯のため灯油を購入している。11月において購入した灯油から暖房用として18リットル使用し、残りの灯油の半分を給湯用に使用する。 給湯用の灯油を30リットル以上にしたいとき、購入する灯油は最低、えー、何らかリットルである。これを X リットルにしましょうか。式を立てていきます。まあ、購入した灯油からまず暖房用として18リットル使用し、えー、X から18は使って、えー、残りの灯油の半分、えー、これの半分ですね。これ一塊の数字じゃないか、確してかける二分の1、えー。これが給湯用に使用できる灯油の量です。 その灯油の量を30リットル以上にしたい。というので、30リットル以上。以上というのは、イコールが入りますね。以上の良はイコールの良い。そのように考えてもいいでしょう。の30。このような式になります。あとはこれを解いていきます。まずこの1 2分の1を払いたいので、両辺かける2。こちら側はカッコが外れて、x-18。こちら側は30かける2で60になります。 あとは、このマイナス18をこちら側に移行して、プラス18。ここはいっぺんにやっちゃった方がいいと思います。60たす18で78、えー。ということで、ここに入る数字は78リットルということになります。78が正解です。